こちら、さあ、文法の時間がやってまいりました。本日1318番でございます。以前からですね、接続詞、前置詞、もしくは副詞、という判別をですね、それぞれやっております。で、今日はですね、as long as と as far as に関してやってみたいと思います。で、皆さん、as long as、as far as、訳し方はどうですか?と言われたら、おそらくこういう感じで覚えている方いらっしゃるかと思います。うんたらかんたらする限りですよね。ただし、as long as も as far as も、限りって言ってもですね、どっからその訳し方が出てくるのか、さっぱりだ、という方実際いらっしゃるかと思いますので、ちょっと皆さんイメージってところから皆さん見ていただけると嬉しいかと思います。で、皆さん、アイアムトール、これだけだったらですね、私は背が高い。だけなんですね。ですから、どれぐらいの背の高さ、1メーター50なのか2メーターなのかは、そこまではわかりませんということです。ただし、これにですね、あずあずをつけると、そうですね、私は彼と同じぐらいの背の高さです。で、いいでしょうし、もし彼がですね、170センチであれば、当然私も170センチぐらいだろうというところでいいかと思います。ですので、皆さん、あずあずをつけることによって、何を表してるんですか?と言われたら、背の高さを、はっきりと限定する働きを明示しているんですね。ですから、アズアズがなければ背の高さはわからないんですが、アズアズをくっつけることによって、大体の背の高さを限定すると。そういうイメージでございます。ですから、皆さん、アズロングアズもやっぱりそれと同じございます。アズアズがくっついているんですが、そもそも皆さん、ロングですね。皆さん、ロングって、長いという感じでいいかと思うんですが、じゃあ皆さん何を表してますかっていうと、時間的な長さですね。それを、限定しているんですね。で、as far as もやっぱりそうです。far、というのは、遠いみたいなイメージをお持ちかと思いますが、空間的な、言い方があると、範囲、それを as as で、限定しているんですね。ですから、ちょっと下の下の例文の一つ目、二つ目、ちょっと一緒にご覧になっていただけると嬉しいかと思いますが、例文一つ目でございます。You can swim in the river as long as he is here ということですね。ですから、彼がここにいる、もちろん訳し方は限りでいいと思うんですけども、彼がここにいる限りは、その川のところで泳いでもいいですよ。泳ぐことができますよ。というふうに多分訳せると思います。じゃあ皆さんもう少し詳しく言うと、言い方を変えるとですね、彼がここにいる時間的な長さですね。どれぐらいいるのか、それはわかりませんが、例えば1時間かもしれないし、2時間かもしれないし、もしくは30分かもしれないと。ただ、どれぐらいの時間かはわかりませんけども、とにかく彼がいる時間の長さがですね、限定されております。ずーっと一生ですね、その川のそばにいるわけじゃなくって、90分とか1時間とか2時間とか3時間とかそういう感じですね。そういうふうに時間の長さを限定していて、で、彼がその間、いる限りは、川で泳いでもいいですよ。というお話なんですね。ですから皆さん、例文2つ目もそうです。As far as, as far as I know ですね。私はいろんな知識を持ってるかもしれません。いろんなことを知ってるかもしれません。でも、私を知ってる範囲内では、限界があるんですね。何でもかんでも知らない。でも、私の知ってる、この知ってる範囲内では、というのが、as far as I know。そして、as far as I can remember もそうですね。私が覚えているのは、大体これぐらいです。覚えている範囲内では、覚えている限りでは、という話でいいかと思います。ですから、そういう皆さん、as long as にしても、as far as にしても、時間の長さを限定したり、
空間的な範囲を限定している。その限定という意味内容がうにゃうにゃする限りという意味につながっていくんですね。ですから彼がここにいる限り、川で泳ぐことができます。私が知っている限り、私が覚えている限り、点点点というところでいいかと思います。ですので、そういう皆さんちょっとイメージしていただけると、かなりマランキは防げるんじゃないかなという感じがいたします。そして皆さん大事なのは何とかしってところですが、当然、彼がここにいる、私が知っている、私が思い出せる、覚えているというところで、ちゃんと皆さん、それぞれの後ろに SV が伴っておりますので、ですから何詞ですかと言われたら接続詞という感じでよろしいかと思います。いますね。ということで皆さん、 as long as、 as far as、 2つもうにゃうにゃする限りでいいんですが、じゃあ違いはと言われたら、時間的な長さか空間的な範囲かというところで皆さん押さえていただけるとよろしいかと思います。いますかね。では皆さん、相変わらず赤シートで隠してスラスラ言えるというところを皆さん徹底していただけるとよろしいかと思います。では皆さん、次回1319番、この継続ですね、続きよりますのでよろしくお願いいたします。